はい、こんにちは、サルウィンです。なんかずれちゃったね。イスオリというわけで、エイスオリジンの実況をしていきたいと思いますよ。っていうか帰ってきましたね。動画つなげるかはちょっと微妙かな。なんか長引くかもしれないんでね。というわけで、レベルを2ほど上げてきました。あと、この、メリのルート行ったら、あれですね。まだ先には進めないんだけど、エメラルドのレベルを上げることができましたね。なんで、新作のスキルがレベル3になりました。まあ、これなら楽勝でしょう。ぶっちゃけね。ぶっちゃけ楽勝。これ、また会話見るんだっけ。会話飛ばしていこうか。ああ、やっぱ繋いで編集するかな、これ。でもな。あんまりね、やっぱ私の PC が良くないからさ、あんまり編集してるとね、重くなっちゃうんですよね。なんですよ。てかなんかすごい、録画範囲ずれてるのすごい気になるんだけど、こういうの。まあいいでしょう。ユーゴとゴールの考えたからかね。わー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 と。この兄弟もなんというか、あれだよね、白時の因縁に縛られているという、なんかね、かわいそうな話なんですよ、って。まだトールが、何のために、あれだ、魔を取り込んだかっていうのが、ちょっと確か明らかになってなかった気がするんだよね。それがトール編で明らかになるわけですよ。まあ、もう楽勝じゃない？言うて2レベル上げてくると全然話変わってくるからね。あとね、ためアタックがあったんでね。でためアタック前も行ったけど届かね。届かね。早い、早まったね、完全に。あ、お、うざ、今のうざい。マジか、えぐいな、今の。まあ、私が単純に下手という感はあるんだけど。いてて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 て。まあ、ここで一回バースト入った方がいいかな。バースト入らせた方が早いか。いやー、いて、一撃もらったね、今。まあバースト状態結構ガード硬いからね。いや、これ楽勝じゃないとまずいんだけど。レベル2は上げてきたんだよ、私。やばい。おー、おったー。これは結構避けられないと思うのよ。あれが来る前に、しっかりとね。待って、1回で勝ったはずだったんだけど。ちょっと待って、落ち着こう。欲張らない。こういうの欲張って、アクションゲームとかの、あれよ。大事なとこよ。欲張らないこと。ヒットアンダーウェイがやっぱ基本。もう先読みしない？先読み。ちょっと。先読みダメよ。割れてくんないと殴れない。やばい、逆、危ない。いや、別に先読みしてる。いやー、もう無駄な2拍もらってしまった。あ、ちょっと。合流していく。あ、これ無理だったね。死んだね。ちょっと待って。すごい無様な戦い方をしているんだが。まあ、体力無理だもん。ちょっと今親フラに気を取られていた。俺でも親フラではなかったようだ。ということで、もう一回気を取り直していきます。痛い、ちょっと。キャー、もうダメ、集中力ないかも。やめようかな。
やめようかなー。あー、えぐい。しっかりバリアを置いていくのは優しい。あれだね、うまいね。飛び道具があるとこんな苦労しないんだけどね。まあ冷静になろうじゃないか。落ち着いていこう。お、今危なかったな。いやー、早まった。落ち着け。痛い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 。もう。あ、近寄れないじゃん。バーストするタイミングに作ったやつだね、これはね。あー、まだバリアついてるやん。あー、しかもなんか、防衛戦というか、しっかりとガードしている。いや、敵ながら強いぞ、ユーゴ。伊達ではない。さすがホップの目を伝えこなすだけのことはある。いやー、これ近いねーな。まずい、まずい、まずい。もたもたしてると。あーた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 ー。ああ。ちょっと強い強い強い。いや、違う。どっちかというと私が下手くそ。私が完全に下手くそだ、これは。そんなに強くないと言って。やってることはそんなに強くないんだけどな。私が下手なだけだ。ハードモードで敵の火力は高いけど、そんなにね。ああ、もう、そのバリアーやめて、バリアーいうか、自爆、地雷を置くのは。欲張らないで、こうやってヒットアンダーウェイしてれば、無傷で勝てるでしょ、むしろ。ほんま、ちょっと回避難しいとこ以外は、ノーダメで勝てるよ。いや、でも結構賢いぞ、AI が。先読みしてるもん。完全にこっちの動きの先読みして置いてるもんね。今んとこのダメ。ああ、それは無理。やるな、自分でケアしていくとこは。なかなか、まあもうさすがにでも負けてらんないよね。何度も押すけ。俺バーストしたっけ。全然バースト溜まってないってこと。もう一回無理。押すけ。まあ実際制限時間はないんでね。あ、来る、来るか。全然バーストたまんないんだけど。来るな、来るな、来るな。あー、こうすりゃ避けられんのか。いやー、バースト早まったな。今小づいてからバースト打っちゃったのが失敗かな。はい、楽勝。そんなね、そんな強くないっすよ。強くないっすよ。はあ、許さない。絶対に許さないぞ。俺を憎むのならそれでもいい。だが、今一度考えてみればいい。ファクトを継ぐということがお前にとってどんな意味を持つのか。え？それを考えてからこそ、俺はファクトの道を捨てた。それが正しかったなどと言い張るつもりはないが、それでも俺の意思で決めたことだ。まあそういうことなんだよね、だろうね。くっ、だったら、まあ、ファクトに縛られたくなかったんだよね、トールはね。だったらそんな姿になってイースと女神を裏切っているのもあんた自身の意思だというのか。これが聞きたい。黙して語らず。あ、語った。あ、その通り。いいわ。びっくり。これはみんなが来たね。みんなが、みんなと思ったら二人だけだった。え、映画券。
ミサの声どんな声だったっけ。あんた先輩、ミサ久しいな、カーデナ。お前まで来ていたとは思わなかったぞ。彼らに話は聞いたけど、まさかあんたが裏切るとはね。イースを救った英雄様が随分落ちたものじゃない。何を勘違いしているのかは知らないが、俺は元から英雄などと呼ばれるような器ではない。魔という誘惑に負けた取るに足らない小物にすぎ、なかなか自虐側というか卑屈な感じが出てますけど。よく言うわね。それでどうするの、私たちともやり合うつもり。そちらがそのつもり。俺の邪魔をするのでなければあえて手出しをするつもりはない。ミシャ、ユーゴに肩を貸してやって。一旦引き上げるわよ。はい。この場はおとなしく引いてあげる。でも次に会った時はいろいろと覚悟してもらうわよ。さようなら。まあ、トールの真意はなんとなくね見えてる気がするんだけどね。今更兄貴面するな。確かに今更ではあったな。随分とお優しいことだ。びっくり。どちら様だ。ああいましたね。騎士があんたか。カーディ詰めな。どうして連中を逃がした。俺のように魔導士との戦いに価値を見出せないわけではあるな。やべ、声をどうしようか。お前が連中の仲間だったのは知っている。だが真意がどうであれ、お前はこちら側を選んだ。それに反する行為をしたら当然どうなるか分かっているな、文句があるのなら勝手に襲ってくればいいだろう。何、俺の目的はあくまで女神で黒真珠を確保する。その意味であのような取るに足らぬザゴに構っている日に通用はないと判断しただけだ。神神だが、もしあんたがつまらぬ言いがかりをつけて絡んでくるのであれば、あんたの方こそ俺の目的にとって排除すべき対象ということになる。くく、いい度胸だ。まあいい、その苦しい言い訳に免じてこの場を見逃してやる。せいぜい俺たちよりも早く女神と黒真珠を見つけるのかな。マイキシュガルの声めっちゃ低い感じでやった気がするんだけどね。まあまあまあ、てかトールの声もだいぶなんかそんな低かったっけみたいな感じでやってるからな。キシュガル、サウル団長を討ち取った男か。武人としての腕は俺と互角か。それ以上厄介な男に目をつけられたな。てかトールとサウル団長と一緒にいたんじゃなかったっけ。結局でもサウル団長がしんがりを務める形でトールを逃がしたんだっけ、だったかな。ちょっと覚えてないな。でとりあえずボス戦が終わって、多分この上に、まあ、セーブ多分大丈夫、アイテムがあるだけで終わるよね。だよね。 OK。 でこれで水の中に潜れるアイテムをゲットすると、まあ、水流の鱗に揺れたで水の中に入れるようになる。クレリアコをゲットしたから、それで武器の強化もできると。ほう、クレリアコの原石、今の俺の魔人としての力ならば。そっか、自分でできるんだっけ、トールって。トールはクレリア校から力を奪って代わり詰めを強化した。うまくいったか。よし、他にも見つけたら同じように力を食らうとしよう。すごいね、自分でできるんだか、ルーとかの力頼らずにね。で、この水流の鱗があると、水中で時間を生きて、長時間息を止められるようになるということで、先に進めるようになるよということね。なんという、まあ、ご都合的な感じやけど。というわけで、今日はこのぐらいにしておこうかな。はい。一応、まあ、ボス戦だったらこれにしようかな。で、まだまだ先だね。まず SP の取得量を上げる1万6000。かな。取るのが先決。はい、というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。